西武4から0日本ハム、1日、ベルーナドーム。日本ハムの新庄監督が試合後、ベルーナドームのグラウンドに出てファンに挨拶。西武ファンから頑張れ、頑張れ、ファイターズ、のコールを受けるとジーンとしたと思わず笑みを浮かべた。西武ファンの大歓声も浴びながら白い歯を輝かせる新庄監督現役選手のようなスタイルで殺走。 本来なら自軍ファンのスタンドに向かって挨拶するのが通例だが、新庄監督ら日本ハムナインはホームの三塁側、左翼側に向かってまず整列。心身と頭を下げた。すると西部ファンから大歓声が沸き起こり、CS に向けて、頑張れ、頑張れ、ファイターズのエールが送られた。その後、移動して一塁側、右翼側へ心身と一礼したナイン。 すると右翼席からも大歓声を浴びていた。指揮官は興奮気味に、最後めっちゃ応援してくれましたよ。CS 勝ってファイターズに聞こえましたね。なんかめっちゃジーンとしましたねと笑みを浮かべた。西部ファンの声援にはガッツポーズで答え、いやいやいや。もう、嬉しかったと感激した様子だった。